おとといね、そう、コヨクロでオフコラボがありまして、スタジオでやっておりましたのね。ご飯デートっていうほどのことではないんだけど、それも、そのスタジオでやった後に、なんか、コヨリが、サインがやばいって話をしてて、サイン書かないといけない。今日も帰って、サインを書くんだ。明日発送するんだ、みたいな。でも、あと、これぐらい残ってて、でもこの後、まあ、徹夜したら間に合いそうだよね、みたいな。そんな話をしてたわけ。いやで、これ今回ばかりはね、あれですよ。ちゃんと伝えたい。ちゃんと伝えたい。やっぱクロタンが、クユリのことを好きなんだっていうことを伝えたい。クロタンがね、こう、終わった後にね、サインとかなければね、ご飯に、とか、言ったんだけどなー、みたいな。ほらクロタンが好きじゃん。クロタンから言いましたからね。行きたそうなさ、ことを言っていて、で、あ、ご飯食べたいんだって思って、でもまあさすがに来ないやろなと思いつつ、申し訳ないなって思ったから、うち来てもろて、小百合がサイン書いてるところを、見つめてもらいつつ、うちでご飯食べるみたいな感じだったらいけるけど、みたいな言ったん。そしたら、行こうかなって言われて、来るのってなった。ちょっと冗談で言ってたんだけど、ちょっと今そのサイン書いててやることがいろいろできてなくて、汚れてたんだけど、お家そこはちょっと目をつぶってもらって、段ボールとかがね、ゴロゴロっとしてたんだけど、でも段ボールとかゴロゴロしてるけど、大丈夫って言ったら、大丈夫、大丈夫みたいな。うちよりは綺麗でしょみたいな風に言われて、あ、まあ確かに、クロタをね、お部屋って言ってたし、大丈夫かみたいな。ちょっとぐらい汚れてるぐらい大丈夫か、多分うちより綺麗だよみたいな感じでさ、言われたかな。おもなええかって。でもね、はかどった。なんか、一人で書いてると、ちょっと別のことやりたくなっちゃったりとかさ、気が散ったりとかさ、なんかいろいろ考えたりとかしちゃうかな。なんか途中でこう、離脱しちゃったりするわけよ。でも、喋ってるから、手はもうサインに集中して、で、クロタンと喋るみたいな感じでやってたら、すごいはかどりましたね。何枚かクロタンと喋りながら書いたサインが含まれております。わかんないと思うけど。あ、でもなんかファンアートで、なんかそのコヨクロがどうしてコヨリ宅に来ることになったんだろうみたいな4コマ漫画書いてくれてる、さ、ジュシ君がいて、でもなんか、あれリツイートしたらなんか負けたような気分。なんか、コヨクロはありますって言ってるようなの解散してるからさ、ごめん、ごめん。プライドですね、これは。それでさ、そうやって言うとさ、みんながさ、やっぱこよりはクロエのことが好きでみたいなさ、言われるかな。いや違う、認めてないからね。あれはこれをね、もう話して、まあ、やっぱりみんなもね、クロタンがこよりのこと好きなんだなってことが分かったんじゃないかなって思いますよ。ねえ、クロタンがこよりとご飯食べたかったわけだからね。でもなんかさ、これは喋っていいと思うけど、やっぱ、ポンコよ、喋りやすいわ、みたいな、すごい定期的に言われるから。言っちゃった。言っちゃった。ポンコよと話してると、マジで、楽だわ、みたいな。確かにね、マジで気使わない。やっぱ同期って、気使わないじゃん。気使わないで話せるし、多分なんか、小よりとクロタン結構価値観が似てて、そう。からなんかね、楽なんだと思う。こう、なんか、なんだろう。思ったこと口からポロポロ出しても、別に大丈夫みたいな。からね、多分ね、なんか、クロタンもそういう風に言うと思うし、もう、声も話しやすいなって思っている。気を置けない関係って感じ？まあ、でも解散してるんですけどね。